映画祭を作るラジオ。この番組は日本で一番クールな国際映画祭の開催を目指すカオス東京メンバーが映画、音楽、アート、カルチャーなどエンタメ談義を交えながら映画祭立ち上げ会議の様子を配信するお手伝いです。映画担当の吉田君です。映画プロデューサーの山口孝彦です。そして前回に引き続き理想ビデオキットです。ネアリョウカです。はい、お二人ともありがとうございます。4人体制でやっております。前回がもう最強収録。いやーだよね、多分ね。でも、あっという間だった、本当に。いやー、時空が歪んでましたね。し、なんか、一生聞けちゃいそうで、ちょっと怖くなってきて。怖くなってきて。本当極悪情報1話分ぐらいの長さで。でもね、確かに確かに。そんな熱量でしたね。いや、もうずっと聞けちゃうなって。はい。ね、お便りがさ、来ていて。はい。まず文章からいきましょう。はい。お久しぶりです。ビートルジュースをティムバートン大好きマンが初日に見てきたのでお便りします。はい。公開が決まった時点で嬉しくて、ぶっちゃけちょっと期待値を上げすぎてしまいました。ですが、終わってしばらく経ち、思い返せば楽しい映画でした。ダニエ・エルフマンの音楽、ゾクゾクする天才的な劇伴が大きな音で聴けるだけでもワクワクしたし、前作のヒロインリディアがかつて自分が親にしたことを娘からやり返されているのを聞いていたり、しましまムーアのヘビ、サンドワームが手作り感満載の第一作に比べてお金をかけたCG になっていたりと楽しい体験でした。肝心の脚本は散らかりすぎて少し会社、まあでもビートルジュースだからな、手放っているような気もしたし、途中の展開がティム・バートンが撮っている別作品とマジで同じ、どれだろう、というところもありましたが、映画祭を作るラジオの皆さんは、この映画、鑑賞予定ありますか？見たらぜひ聞かせてください。ということで、おなじみ、モモンガさんから。モモンガさん。いつもありがとうございます。ビートルジュース、確かに、まあ、見れてない。僕もね、行けてないんですけども。なんなら前作も遠い昔に見た記憶があるので。あ、でも、やっぱ、なんか僕ね、割と、実は去年とかに見たんだよね。本当謎に。うん。いや、そう。でも、ね、何と全く同じ展開なのかっていうのがちょっと気になるね。そうだね。なんだろうな。間空いて2やってるやつだったもうちょっと気になる。山口くん、なんか最近見ました？いや、まず、ジョーカー、ボリアドゥ、見てきましたよ。まあ。いいなぁ。皆さんまだなんですよ。竹内さんとね、この間の収録の時に終わりになんか、ちょうどその時はジョーカー、フォリアドゥの、公開前日だったんですよ。そうだね。で、アメリカのこう、批評とか、興行の状況が入ってきてて、なんか、すごいことになってるらしいぞ。それはいい意味ではなく、どちらかというと、結構ネガティブな、っていう作品だったんですけど、見終わった後に竹内さんに連絡して、これは、この作品の作られ方は確かに前作の熱狂的なファンほど怒りそうな気もするし。まあ、なるほど。でも、これは作んなきゃいけない、社会的責任のある作品でもあるよなっていうのはすごく感じた。ビデオキットさん見ました。なんか、僕は一作目が、本当に自分の感性と全く合わなくて、ジョーカー見たときに、いやもう本当にこういう言葉ね、失礼なんですけど、いや心が弱いはわかると。心とおつむが弱いはやばいぞって。なるほど。っていうのがあって、で、今回のフォリエード見たときに、まあでもなんかそういう人が、こう暴走して、その結果、結局こうなるよね、みたいな、なんか割と想像の範疇なんだけど、まあ腑に落ちるような展開の連続というか、全然こう、抵抗感もなく、しっくりきたんですけど、なんかこれも好みだと思うんですけど、ワン同様長いは長くて。まあね、長いんですよ。なんか、でも、なんか二つないと、こう、なんだろうな、完成しない感じがすごい強くて、それを見ると、2本で3時間の映画にできなかったのか、みたいな。もう1本で、結末まで描け、できそうじゃないみたいな気持ちになんかなっちゃって。そう。だから、腑に落ちたっていうのは僕も結構、ああ、確かにな、ですよねがめちゃくちゃ見てられた伝わって、なんかこう、ですよね、ああ、ですよね、みたいなのがあって、まあなんかこう、すごい、で、まあ終わり方、の最後のところも含めてですよねってなるし、なんかなんか1に関して、いや、確かにすごいかっこいい映画、僕がよく使う引き合いの入ったよくできた映画的な意味でかっこいい映画だなとは思うけど、好きではなかったですよね。なんか、難しい、なんかこう、最初に好きか嫌いかって言われたら、別に嫌いではないけどぐらいな温度感だったんですけど、うん、なんか、そうですね。その感じから、どっちかというと、1で、なんか、なんかこう、ま、だってジョーカーでも、あ、そうか、もやもやってしてたところが、こう、しっくりきて、あ、そうだよね。まあまあ、そうだよね、みたいな。この、そう、腑に落ちる感。そう。なんか、すごいありましたね。トッド・フィリップスのそのフィルモグラフィーが、僕ハングオーバーぐらいから知った人って感じなんですけど、僕は。だからそんなに彼のについてのあれはないからわからないんですけど、なんかジョーカー1も2も、2っていうか今回です、もう見た時に思ったのが、この人の撮ってる映画って、なんかそのプロット考えてる時点が一番楽しい映画じゃないみたいな。そこまでは面白いんだけど、それを脚本に落とし込んで会話とか、こう、全部落としていくときに、どうしても、なんか間延びというか、もっとキュッと、でもそうすると、こう、つまみすぎちゃうのかもしれないけど、そう、だからなんか、プロット想像した時が、ピークみたいな。いや、なんか、そうですね。私、なんか僕、トッド・フィリップス、なんとなくのイメージなんですけど、一番、多分本人的に旨味というか、見せたいというか、好きなとこは、超さりげないんですよ。そう。で、多分、映画的に見せ場になりそうなとこ、なんか結構、なんか、見せ場ですよっていうのは、あんまなんか、見せ場なんだけど、絵的には。なんか、本人ちょっと塩なんですよね。そう。なんか、その前回も同じ、それこそ、カイブさんと話したプロデューサーをトッド・フィリップスがやってる、プロジェクト X っていうのがあって、それの終わりで、お父さんが、前回、こう、ふわっと濁したんですけど、言うと、なんか全然モテなくて、大学が決まったけど、もう、同級生、特に女の子が相手にされてないみたいな男の子がホームパーティーをして、で、当時ちょっと売れ始めた、やばい、マイルズ・テラーが同じ街にいるから、マイルズ・テラーが来るから、つって女の子たちに、俺のパーティーにマイルズ・テラー来るぜ、つって家を貸し切ってわーってやって、最終的にみんな陽キャたちがお父さんの車ひっくり返してプールに沈めて、ぐっちゃぐちゃやって、で、明け方、車をこうガーってやって、もうパーティー終わってるから、シーンとしてはめちゃくちゃ地味なんですよ。で、お父さんが、唖然としながらこう見てて、息子が出てきて、お前楽しかったか？楽しかった。でも、大学、入学取り消しになった。そうか。で、お前、なんか、いい思い出になったか？なった。じゃあよかったんじゃん。働いて返せよっていう、なんかそこの、塩のやりとりなんだけど、ちょっとお父さんの、なんだろうな、息子になんかこう、ちょっと優しいというか、息子の気持ちを汲んであげてる感じが、多分本当はこのくだりやりたかったです。だろうなっていうのが、なんかその癖とかがすごいなったし、あと、ジョーカーホリアデルで言うと、僕は最初のアニメ作ってる、シルバー少年っていう、アニメも実写も撮る監督がやってて、で、その人が、パリ・ジュテームっていうなんか、パリのなんか区ごとに、なんかいろんな監督呼んで、短編、5分ぐらいの短編をいっぱい作ったオムニバスの映画があって、それの、エッフェル塔がある区の、何区だか忘れたけど、短編やってて、それがピエロの話なんですよ。ってことはまさに。そうそう。でもそれはめちゃくちゃしかも感動系の話で。なんか、で、全作品の中で唯一セリフなくても話がわかるようになってて。要はもうみんなに笑ってもらうためにボケるんだけど、痛々しくて笑えねえよとか、お前は変質者だって最終的に、捕まっちゃう。で、豚箱でシュンとしてたら、同じように、ピエロの格好をして人を笑かしたいのに変質者だって言ってぶち込まれた女性のピエロがいて、その二人が仲良くなる。なんか、あれだね。そう、似てるんだ。なんかちょっとさ、気配がある。気配がすでにある。そっちの方が短くていいかもしれない。6分ぐらいの時間。ああ、いいかもしれない。でも、オープニングのね、アニメーションで、なかなか、おお、今時こんな感じかっていうところの、ちょっと新鮮さ。ほんと、アニメーションから始まる。あ、そうなんですね。あれはぜひね。そこ、だからシルバー少年も新作だなと思って、ちょっと嬉しい。で、アニメから実写に行く、感じとか、すごい最高だったし、っていうところ。あとね、何見たかな？ね、今のパリの区ごとに、こう、違う監督が映画撮るって、なんか、面白そう。そうか、なんか、諏訪敦彦監督も1話やってて、なんか、それこそさ、ビム・ベンダースみたいなのがね、ほら、ね、パーフェクトデイズで渋谷区に撮ってくれたみたいな。なんか、やったら面白そうだな。23とかで。23とかで。あ、いいかも。足立区、杉並区、練馬区。誰に、誰、今度その企画やるから。この人にこの区を取ってほしい。めっちゃ楽しいと思う。やりましょう。妄想、モニカス映画東京23区。ちょっとそれ、やりましょう。それなんかいっぱい呼んで会議やりたい。会議やりましょう。あ、めっちゃ面白い。僕いろんな区の偏見だったり言える。そうそうそう。足立区はちょっとこうギャング系強い人みたいなカステリ。その区に住んだことある俳優とか使える。ああ、素晴らしい。あ、全部レペゼンにちゃんとしていくのはいいかもしれない。で、ここは練馬区はやっぱ主題歌練馬ザファッカーさん。出てほしい。出てほしい。いいな、みたいな。皆さん最近何かご覧になりました？私、サウンドオブフリーダムこの間、見て、ようやく見れて、これ映画館で絶対見なきゃって思って駆け込んで、友人がその教えてくれたんですけど、当時のその、なんだっけ、バラード捜査官の実在した話、実際にあった話を元にした、その自動人身売買が題材なんですけど、だから、フィクション、しっかりフィクションなんですけど、すごいその実際今もある問題だよな、みたいなの見てる感じ。なんか、ドキュメンタリー的な重さの方が強くて、結構、なんか、劇中も苦しくて、ただその、さらわれた子供たちがその、実際にさせられる労働とかの細かい描写はない。から、そういうグロい怖いシーンが無理な人でも、意外と軽快に見やすい形にはしてくれてて、ただなんか、メッセージの重みがすごかったです。で、素晴らしいなって思ったのが、映画の最後に、QR コードが出るんですよ、スクリーンに。で、映画館なんだけど、携帯は出していいよって言って、ね、それ話題になってましたね。そうそうそう。映画がその事情があって見れない人の分のチケットが買ってあげられるみたいな。それはすごい仕組みですね。そう。だからこれを映画見せたい人にこの映画を手渡してね、みたいなのをやって。すごいっすね。そのメッセージというか、なんか特殊な立ち位置の映画だなとは。なんか珍しい、その、要は、なんだろうな。いわゆるエンタメ作品というか工業としての映画以上に伝えることを重きを置いてるっていうのがやっぱ面白い。存在意義がある映画というか、これも公開まで5年かかっているから、でもそんな細かな描写も全くないのに5年かかるって相当いろんなところからの圧力が。まあ、時間かからないよね。友人の女優のことを話して、配慮という名のなんか圧力がそうこれはなんか見てよかった。すごい。いや確かに重みがやばかった。確かにね、映画体験としてそれすごいですね。QR コードを出してそのチケットを買ってもらうことで映画をより多分なかなかこうサウンドフリーダム普段見ないような層にもちゃんと届いてほしいみたいな。あと、その、なんだろうな。ね、劇場に行くことがっていうのってさ、やっぱ、それこそ、なんだろう、あらゆる事情でやっぱ難しい人、別に映画作品は全然好きだけど、っていうのがあったりする。ありますからね。そう、なんか理由とかお金が何か理由だったら悲しいから、だったら、その気持ちをこう分けられるみたいな、ギブアンドシェアみたいなのがすごい、私は結構いいシステムだなと思う。そうですね。いや、めちゃくちゃいいですし、なんかまあその、ね、作品の題材がなんかこう、あれなので、言葉をまあ選ぶんですけど、やっぱ面白いその試みとして、なんていうのはすごいありますね。ですね。あとはなんだろうな。映画じゃないけど、最近ドラゴンボールの映画を見始めてます。ドラゴンボール映画の昔の映画です。昔の。今、大魔が、私めちゃくちゃドラゴンボール好きで、ただなんか好きすぎるがゆえに GT 以降ちゃんと見なかったんですよ。なんとなく。僕もでも、GT まで。Z 以降はやっぱ違うもので、スーパーサイヤ人ゴッドとか、その辺は私の時代じゃないとか思ってたんですけど、やっぱ今、鳥山先生が亡くなって、大魔がアニメでやってくれてるから、これすごいことだよな、普通に。確かに。プロレスの極悪女王もそうだけど、その当時熱狂した作品が今、令和でもう一回やってるっていうのが嬉しくて、ランマー2分の1とかもそうですけど、これはなんか時代を知ってるものとしては、ちゃんと見なきゃって思って、家で、全然配信ですけど、過去のドラゴンボールの、Z 以降の映画を見始めて普通に感動してます。毎日一本見てる。映画版の敵いいっすよ。そう、いいんですよ。ブロリーの話とか、かつてのと新しく作られたブロリーの話とかも、意外と、でもあれもなんか、作り手もすでに、作品のファンが作った超高級二次創作みたいな。だから、やっぱなんやかんや熱狂できる。わかる。そうですね。もう本当に当時読んでたりとか、多分した人たちがスタッフになってるんですよね。そう。だから、時間かけて、で、見るもけんって思ってたけど、いや、いいっすね。全然いいですね。優しい気持ちで見れてるから。いいっすね。ベタなあれですけど、姉さんはドラゴンボールは誰が好きなんですか？私トランクスが大好き。未来の方が。はい。ガチ恋してました。エドワード・ハーロンドみたいなね。そう。特に、ターミネーター2のね、ジョン・コナーがモデルなのかどうなのかっていう。設定も未来からだったし、髪型もね。だから当時フランスで視聴率が 40% とかってすごいバッカ売れしてたらしい。そう。おもちゃもドラゴンボールはフランスが一番。そう。フランスでしか出てない、当時の90年代のフィギュアとかめっちゃ。そうなんですよ。海外人気もものすごかったりもしてたから。ドラゴンボールのテーマパークもなんか中東かなんかにできますね。あ、そうなんですか。なんか鳥山明パークみたいなのなんか、サウジかドバイかなんかにできるみたいで。なんかね、だって、今度アニメのイベントやるっすもんね。めちゃくちゃでかいの。アラブだっけな、サウジアラビアだっけな。中東のお金持ちってなんかでも、ロボット系好きっすよね。ああ、なんかマジンガー、ダイナミックプロ系とか、ああいうのがすごい好きなイメージある。すごい。いや、なんか日本の作品が海外飛び越えれる力ってマジですげえ。すごいっすね。ジブリもそうだけど。ドキュメント72時間スペシャルで、フランスの漫画喫茶を72時間定点で、見たら見つるみたいなやつで、結構やっぱみんな、ドラゴンボールはそれで育ったわみたいな感じで、普通にしかも、テラスのカフェでお茶してるお姉さんとかが、カメハメラやってくれたりとかしてて。ああ、いいね。そう。素晴らしい。いや、めちゃくちゃ面白くて。いや、なんか、そう。そんなに当たり前なんだみたいな。アニメ人気やっぱすごいですね。すごいですね。フランス系と、なんか、例えば、進撃の巨人とかもやっぱりヨーロッパとか。ああ、なんかね、すごい盛り上がってるし。あとさ、皆さんがそう言ってくださったの。ファンが、オフィシャル、公式で二次創作して言うと、ネットフリックスのガンダム、シルソニックイム見て、いや、なんか、すげえめんどくさいオタクを自負して、僕的には、なんかジオンが、めちゃくちゃ、ジオンの兵士たちがガンダムから逃げる話なんですよ。超ざっくり言うと。が、めちゃくちゃ米軍乗りなんですよ。なんかこう。今時になってる。こんな、なんか、ザク乗ってて、こんな窮屈なとこ早く出たいぜって言って、ファーストクラスのがお好きみたいな、そういう会話してる。ちょっと会話悪いから。制作日本なんでしたっけあれは。日本、でも、監督が、アニメーション、元海外の方で、日本でも CG とか作るんですけど、そう、めちゃくちゃなんか、辿ってったら、何年か前に、メタルギアソリッド1の、いやもう、プレステ1のゲームなんで、表情とか見えないですよ。それを、完全フル CG リメイクを自主制作でやった人がいて、そいつだったんですよ。すごい人だ。熱心な。なんか、もう、僕の好きなものも全部通ってて、ガンダムもずっと好きで、僕からしたらガンダムってめちゃくちゃ怖いんですよ、みたいな、監督のなりの主観で、二次創作してて。なるほど。そう。いや、短いんです確か。1話24分とかで5話ぐらいしかないんですけど。ああ、そんなになんですね。意外と。結構僕好きでしたね。なんか、本当に怖いし、あと、なんだろうな。すごい、語弊がめちゃくちゃある言い方ですけど、殺意が高いんですよ。出てくるって、昨日ガンダム。切ってが、ガンダムが。普通、いわゆるガンダムのって、ビームライフル持ってて、盾持ってて、サーベルがあってぐらいなんですけど、なんか、肩にちっちゃい、明らかにザク倒すようじゃないガトリングついてて、なんだろうなと思ったら、倒したザクから出てきた、コックピットから出てきた歩兵を撃つ用なんですよ。おー、めちゃくちゃ怖いな、この設定。殺傷能力だよ、あれ。なるほど。アニメでは絶対今まではない。いや、絶対ない。そう。でもなんかその、なんか、リアルな、本当に残虐な装備とかの感じが、ちょっと、富野的でもあるかなとか思いながら、確かに。ああ、この人ガチだな、みたいな気がして、すごい見てて、そう。ちょっとスマホで見たくなって、彼女の iPad 借りて、全部見たんですけど。すごい。そう。シビル・ウォーは見られました？ああ、シビル・ウォー。アレックス・ガーランド。そう。ね、先週ちょうど見てきたっていうところで、僕も見てきまして、いや、すげえ具合が悪くなって。いや、ほんとだ。具合が悪くなって。僕、今年一テンション上がっちゃって。あ、ほんとだ。アドレナリン出まくり。もう出まくりみたいな。いや、なんか途中で、本当に、それこそジェシー・プレモン出てくるとこ。で、本当に僕最後、乗れっつって車乗ったあたりで、なんか溝落ちのあたりがすげえ気持ち悪くなっちゃって、気持ち悪いと思ったら、ちゃんとゲロ吐くじゃないですか。しかも、お前かいみたいなやつが。そう、なんかね、いやー、なんか、いや、めちゃくちゃ、ようできてるし、面白いんですけど、ほんと性格悪いな。いやー、悪いですよ。いやー、そっか。シビルは、なんか、めちゃくちゃテンション上がったじゃない？見返すかわかんないけど、今年劇場で見た中では、一番なんかこう、中央度が高まる感じになってるかも。でも、そのなんか、劇場で見る映画体験の、ある種の今の到達点の一つですね。確かになんか、こう、いっぱいやってる戦争とか、その銃撃戦がある映画の中で、一番銃の音がめちゃくちゃ怖いんですよ。無理かも。全部びっくりする。なんか、バンとかじゃなくて、ゴンみたいな。そう。撃たれたみたいになるんですよ。本当になんか、ちゃんと怖いし、緩急も超嫌な緩急じゃないですか。すげえうまいなと思って。いや、うわーつって。でもなんかね、僕、地獄の黙示録がめちゃくちゃベタだけど大好き。おっしゃってましたね。そう。で、大好きなんだけど、あれ長いから、なんか気軽に見返せないんですよ。そうですね。でもそう、シビルウォーだったら、なんか垂れ流して見返せるかもな、みたいな。なんか、新しい世代にとっての地獄の目標、まあそこまでマスターピースなのかわかんないけど、なんか一つ。あれを2時間以下に収めたっていうのは。いや、もうそれがめちゃくちゃ、編集が本当に良かった。あ、そうですね。あれが。あとなんか、結構複雑じゃないですか。要はその、アメリカが、急に内戦が起きて、で、そのまあ、主体側となってる多数派のアメリカの方が、の大統領が全然、なんかこう、声明を出してないから、主人公たち、リポーターたちが、映像なのか写真なのか撮って、インタビューもしようみたいな感じで、安全なルートから行こうみたいになるっていうの、目的とターゲットが最初にめっちゃ、キュッとなって、あとはじゃあもう車で抜けていくだけみたいな。すげえ、複雑な話なのに、ルール説明が超わかりやすいみたいな。あれすごい、やっぱ映画を作るのうまいな、みたいな気持ちにはすごいなりました。でもね、面白い戦争映画とかって、大体なんかその戦争に行きましたみたいなことっていうよりは、こういう戦争があって、この中で、こういう特殊任務ですみたいな、めちゃめちゃ明確に一本線作るのがね、成功の秘訣みたいな。話として動線が。そう。ありますよね。そう、やっぱ見やすいっていうのはそうですし、で、その中でやっぱ、ね、すごく、俺全然戦争とか知らないんですけど、みたいな村があって、と思ったみたいなとか、なんかね、ほんと、いやー、あれはね、怖い。エンドロールの、なんか画面もすごい嫌な、もうほんとあれ、一番体調悪くなって、うわーと思って、そうね。いや、ちょっと健康な時にぜひ。余裕がある時がいいですね。ちょっとやっぱ体調がしんどい時に見ると、本当に音も含めて心臓が良くない。やばい。そう。でもそうですね。グロとかではなく気持ち悪くなるっていうのはなかなかない映画体験。ボーダーライン好きだったら好きかなぐらいの感じじゃないですか。なんか人に勧める手順としては。あ、じゃあ好きかも。うん、だから、面白い映画なんですよ。確かにそう。なんか、ちゃんと、なんだろうな、やだみとか、なんだろうな、なんか、かっこいいものではなくて、明らかに人の命を奪ってしまうものなんだよっていうのがずっとやっぱ提示されてるから、すごい怖いっていう感じです。うん。そう。あとその、そうですね、なんか、最近見たで言うと、それこそさっき、メルクダモンガさんがたまたま、はい、東中野の雑談にいるんですけどって連絡もらって、はい、で、ちょうど僕その日、立川にとある映画を見に行ってたから、はい、あ、行きますって言って、もう非常に想像の100倍ぐらい面白すぎて、はい、興奮してたら、モンガさんが、はぁって感じだったね、おなじみ、はい、そうそう、おなじみではないんだけど、少女革命ウテナの、アドレセンス目視録っていうその、うん、劇場版や、はい、なんだっけ、公開20周年記念かなんかで、じゃあ25周年かな、はいはい、うん。ちょっとわかんないですけど、なんか立川の極音上映知れました。知りましたね。知りましたね。なんかすげえ高いスピーカーで、で、1週間だけやってますっていうのを、ラスト3日の時に気づいて、仕事、最終日しか行けないってなって、で、その日が、18時に恵比寿待機の19時5分上映だったの。いける間に合った。間に合って、なんか、で、まあ、アニメ版見てたから、まあ、総集編だろうなと思ってたら、なんか、全然違くて、なんか、少女革命みたいな、超雑に言うと、なんか、学校で一番なんかもう、なんだろうな、まあ、強い王子様枠みたいなのを取り合って、王子様になると、ヒロインをもう好きにできるみたいなのがあって、それを許せない、女性主人公が、まあ、その、譲らないみたいな、なんかこう、守るために王子様の枠を取る。しかも、主人公は過去に王子様に助けてもらったという、記憶があるから、王子様と付き合うことを憧れるんじゃなくて、自分が王子様になることを夢見てるっていう設定があってっていうのがあるんですけど、アニメ版って結局そのヒロインは常に守られる人っていうのがあったんですけど、途中で王子様もう、っていうか主人公、亡くなるというか、敵の、その学園から出て外の世界を知らなきゃってなるだけど、一緒に逃げよう、学校から出ようとすると、ぐちゃぐちゃぐちゃって、まあなんか、そこもすげえ嫌なのが、なんか、90年代のアニメって、有機的なデザインのものはいいもので、幾何学的なメカっぽいものが悪いものがあるじゃないですか。怖くて、みたいな。なんか、ウォッシュって外の世界に出れば、自由だって気づいた主人公たちに対して、ウォッシュって書いてある、なんかローラー型の機械がバーって、要は戦車のあれがグイーンって近づいてきて、そのまあ、広いというか主人公が、ウテナがこう、消されちゃって、で、ぐちゃぐちゃになんか溶かされて、車にされちゃうんですよ。スポーツカーにされちゃう。ちょっと待って、予想外すぎだ。いや、そんな自由度高いあるんですか？いや、めちゃめちゃ自由度高くて。車に、しかもその車っていうのがエグくて、要はその、本さんの一番敵の理事長、ヒロインのお兄さんの理事長が、男力をみんなに見せびらかすためにやってるのが、イケメンな面と、なんか自慢のスポーツカー。だから、その支配から逃げるために出ようとした、お前なんかスポーツカーになっちまえっていう敵の、なんか、押し付け。めっちゃ怖いでしょ？怖っ！そんな話だったんだけど。そう。で、それに対してどうすんのかなと思ったら、今まで受け身だったヒロインが、行くわよっつって鍵をなんか作って、エンジン入れて、自分を今まで守ってくれた元王子様、現在スポーツカーを乗り回し、逃げ切るっていう。かっこいい。なんだそれ。超かっこいい。めちゃくちゃバカっぽい話なのに、流れで見てるとめっちゃ泣けるの。いや、なんかさ、もう、話のプロットだけ聞いてるとさ、なんじゃそれは連続だの。そう。でも、ちょっと、それは今、まあ、ご本上映でシネマシティで。もう全然、多分 UNEXT とかにあるから、ちょっと見てみよう。見ます。なんか。ってな見てたけど、それは知らなかった。それはになっちゃう。嘘やろ。めちゃくちゃよくて。それはになっちゃう。斬新だわ。すごいね。でも概念的なね、支配階級とか、概念の中の世界の学園なんだろうね。そう、もう、なんか、最後、王子様の住んでるでかい城があるんですけど、実はそれも、車輪がついてて、でかい戦車だったみたいになって。最悪じゃねえか。で、戦車と戦うか、戦車、そこの諦めて、もうお姫様になるかどうするって言われたら、うん。なんか、車輪の下を抜けれるみたいな、抜け道を見つけて、いいねー。いや、なんかね、バカバカしいんだけど、なんか流れて見てると、すごい感動する。感動しそう。これはちょっと今、すごい気になりますね。すごいいいプレゼンでしたね。そう、ウテナ自体一切見たことなかった。何にも知らなかったから、話、どんな話なんだみたいな。そう。え、何それ？全然アニメ違うね。そうそうそう。設定がシリーズも全然違うし。完全映画だけで関係、あ、そう、映画だけで、要はなんか、平行世界っていうか、ああ、なんか、監督が楽しくなっちゃったんだろうね。そう。いいね、劇場版ってそれ違うのすごい素晴らしい。いいですね。で、しかもまあ全然何も知らなくてもそれだけ見れば、確かに。パッとわかるし、そうそうそう。私それで言ったら、スコット・ピルグリムの、それはその元が映画で、その最近アニメ化したみたいな、サイエンス・サルクがアニメ作ってたけど、あれもその10年以上経って、作者がその同じ話じゃなくて、この主人公と別のラモーナか、女の子が主人公で、その子が解決していく話ならいいよって言ってたみたいな。あ、ラモーナ主人公なんですね。そうそうそう。あれ映画はその元彼軍団と主人公のスコットが戦う話だけど、逆でアニメの方はスコットが消されちゃって、ラモーナが自分自身の X、元彼たちと戦うっていう。面白い。スコットなしで戦う話なの。もともとの原作のコミックのタッチで、タッチで、そう、しかもその原作者が大好きだった日本の、しかもサイエンスサルってめちゃくちゃ作画がいいじゃないですか。やってくれるっていうので、その、数十年かかって作者の夢が叶ったアニメシリーズなんですよ。へぇー、そうなんだ。当時の思い、しかも俳優が同じなの、声優が。それ、なんか見たかもしれない。映画より面白そうだな。ぜひぜひぜひ。一応、映画版2が江戸川ライトが制作総指揮ってなってましたね。そう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 。なので、やっぱこれはいいかぶせというか、作り直しがちゃんといい。確かに確かに。原作として愛がある、そうそう、劇場版みたいなのは、いや、めちゃくちゃいいですよ。そうそうそう。ぜひとも。ちょっと前にね、少し前にアニメで、ネットフリでやってましたけど、これはほんと今年見たアニメの中で一番良かった。ちょっと、映画からアニメの話に。いや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 、そうそう。サイエンスサルはね、だから今期は、ダンダダンもいいよ。それだよ。板垣パル先生のサンダム。ああ、そうか。やばいやばい。ビースターズも大好きだったけど。そう。あ、いいぜ。多分ビースターズ多分最初にネアさんのストーリーがなんかで、読んでるっていうのを見て、面白いのかなと思って、めちゃめちゃハマってる。いやー、でもいいんだよ。ガキイズムも感じるけど、ちゃんとパル先生の手なんですよ。いや、終わり方も最高だったからなっていう、そう。っていう感じで。ちょっと、なんかめちゃくちゃ。いろんなところへ。闇鍋感がいいんです。大丈夫ですか？大丈夫ですか？話しそびれたことがないですか？大丈夫ですか？あとね、ベノムも面白かったですよ。お！見た見てない。あれラストダンス。なんかね、一週間フライングじゃないけど、新宿東宝シネマズ見れるんですよね。あー、でも本当だ。一間限定とか。そうそうそう。で、昨日ね、夜、最後の回から見てきたけど、めちゃめちゃ、いいなぁ。そっか。ワン、ツー、そんな面白くないって思ってた人なんですよ、僕は。だけど、これぐらいのなんか規模感の映画いいな、みたいな。なんかそのまんま綺麗に着地してるというか。なるほど。あ、でもあれなんですね。3は、ワン、ツーで脚本だけずっとやってた人が監督なんですね。あ、そういう流れなんですね。なんかね、結構ね、そう、だからワン、ツーが好きかどうか別として、めちゃめちゃ作り手愛があるシリーズとしての終わり方みたいな。じゃあやっぱだからもうずっと関わってきた人が締めるみたいな。しっかりと締める感じ。いいないやー、ちょっと、いいななんか、こう、めちゃくちゃ回りますね。楽しい。楽しいね。いやいや、ちょっとまたそろそろ、時間がね、あれなので。映画祭を作るラジオは毎週各種ポッドキャスト、Spotify、YouTube にて配信中です。興味のある方はフォロー、またメッセージをお待ちしております。ぜひ映画祭を一緒に作りたいです。イベントでこんな企画やってほしい。この映画面白かった。など、何でも結構です。なんかね、東京23区のどの監督が何を撮るみたいなのをやりたい。やりたいね。スペシャル特別会議で。ちょっと大きめの会議室とみんなで。やりたいね。参加します。ぜひ。みどきさんも。ちょっと歴代ゲストいっぱい呼んで。呼んでちょっと話し合おう。メンバーおのおの X や YouTube、インスタグラムで程よく発信中です。よろしければフォロー、リツイート、告知等々あれば、みどきさん。もちろんございません。もちろん。ありがとうございます。またパーティーなどありましたら、ぜひちょっと教えてください。皆さん、告知などあれば。私はNetflixで配信中の告白所をまだまだ盛り上げていきたいので、ぜひ何度でも見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日の会議はここまでです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。